マドンナの歌手活動の歴史。マドンナの歌手活動の歴史は、アメリカ合衆国の歌手であるマドンナの歌手としての活動の歴史である。1982年、DJ のマーク・ケイ・ミンの仲介で、ワーナー・ブラザースレコード参加のサヤーレコードと契約し、同年10月シングル、エブリバディで歌手デビュー。エブリバディは、ビルボードダンスチャートで3位のヒットとなった。 1983年、デビューアルバム、バーニングアップを発売。全米で500万枚、全世界で1000万枚という成功を収めた。アルバムからは、計語曲がシングルカットされ、マドンナにとって、初の全英チャートトップ10ヒット曲、ホリデーや、初の全米チャートトップ10ヒット曲、ボーダーラインなどが発表された。1984年、セカンドスタジオアルバム、 ライクアバージンを発売。全世界で2100万枚、全11カ国でチャート主位を獲得し、一躍大ブレイクを果たした。アルバムからの第一弾、シングル、ライクアバージンは、マドンナにとって初の全米一位曲となり、6週連続1位のメガヒットを記録する。続く、第二弾、シングル、マテリアルガールも、全米2位を記録し、物質市場主義。 ハイキン主義的な女性という意味の楽曲名はマドンナ自身の愛称となった。この頃から全米でマドンナのユニークなファッションを真似たボナビーズという少女たちが急増し社会現象となる。1985年1月アルバム Nike a Virgin のプロモーションで初来日を果たす。2月カメを出演した映画ビジョンクエスト青春の家系が公開。 そして3月には、出演映画、マドンナのスーザンを探してが、相次いで公開された。これらの映画からは、自身2度目の全米1位曲、クレイジーホーユーと、自身初の全英1位曲、イントゥザ・グルーブがそれぞれ生まれている。7月、ライブエイドに出演し、ホリデー、イントゥザ・グルーブ、新曲、ラブメイクス・ザ・ワールド、ゴーアラウンドの3曲を歌唱した。 8月16日、27歳の誕生日に俳優のショーンペンと結婚する。同年、雑誌、プレボ2979年頃に撮影された、モデル時代のヌード写真が掲載された。1986年4月、新作アルバムからの先行シングルで、夫のショーンペン主演映画、ロンリー・ブラッドの主題歌でもあった、リブ・トゥ・テルを発表。6月には、第二弾、シングル、 パパドンとプリーチを発表し、当時アメリカ社会で問題になっていた10代の妊娠について書かれたこの曲は社会政治団体を巻き込んだ論争となる。同月30日にはパパドンとプリーチのミュージックビデオと共にサードスタジオアルバムトゥルーブルーを発売。全世界28カ国で1位を記録する大ベストセラーとなり、この記録はギネス世界記録にも認定された。 9月には、第3回 MTV ビデオミュージックアワードで、特別功労賞である、MTV ビデオブンガード賞を授与される。同じく9月には、ショーンペンと共演した映画、シャンハイサプライズが公開。12月には、第4弾シングル、オープン・ユア・ハートを発表し、全米チャートでは、リブ・トゥ・テル、パパ・ドン・ト・プリーチに続く1位を獲得した。1987年1月、 第14回アメリカンミュージックアワードでフェイバリットポップロックフィーメールビデオアーティストを受賞する。2月、ローリングストーン氏の第11回読者投票により最優秀女性アーティストと最もセクシーな女性アーティストに選ばれる。3月には第13回ピープルズチョイスアワードでフェイバリットフィーメールミュージカルパフォーマーに選ばれる。6月、初のワールドツアー。 フーズ・ザット・ガールツアーの日本公演のため2度目の来日を果たし、K4 公演、大阪、東京で12万2千人を動員した。7月、自身の主演映画のサウンドトラック、フーズ・ザット・ガールを発売し、全米1位に輝いたタイトル曲とコモーションがそれぞれ大ヒットを記録する。9月、米経済誌、ホーブスで年間最も稼いだ女性エンターテイナーとして、 掲載された。11月には、リミックスアルバム、You Can Dance を発売。1989年、ペプシコーラ社との間で、コマーシャル出演料として500万ドル、約4億円の契約を結ぶ。3月、ホーススタジオアルバム、Like a p l a y e r を発売。タイトル曲、Like a Player の、ミュージックビデオで十字架を燃やすなどの大胆な演出を、用い。 世界的な宗教上の議論を巻き起こした。9月14日、ショーンペンと離婚する。1990年3月、シングル、ボーグを発表。ミュージックビデオで披露されたボーギングが流行して600万枚以上を記録する大ヒットとなる。4月には、通算3度目のツアー、ブロンドアンビションツアーを、観光、来日公演を皮切りに4ヶ月間。 全57公演を行った。5月、出演映画、リック・トレーシーをもとに作られたサウンドトラック、I'm b l e s s ス e レスを発売。11月には、初のベストアルバム、ウルトラ・マドンナ、グレイテスト・ヒッツを発売し、全世界でソロアーティストのベストアルバムとしては、史上最高上となる3000万枚を記録する。アルバムからのシングル、Justify My Love のミュージックビデオは、 性的表現が過激とみなされ、MTV 史上初の放送禁止となった。1991年3月、第63回アカデミー賞で、スーナー・オアレーターが、アカデミー一家局賞を受賞。5月、第44回カンヌ国際映画祭において、ブロンド・アンビションツアーの舞台裏から、女の死生活までを赤裸々に綴った自身初のドキュメンタリー映画。 インベッド・ウィズマドンナが初上映される。公開当時、ドキュメンタリー映画史上最高の世界興行記録を更新した。1992年、米タイムワーナーと当時としては破格の6000万ドルで契約し、総合エンターテイメント会社、マーベリックを設立、社長に就任する。7月、野球選手役で出演した映画、プリティリーグが公開、主題歌 マイ・プレイグラウンドは自身10曲目となる全米1位を記録した。10月、フィフス・スタジオ・アルバム、エロピカとスティーブン・マイゼルによって撮影された自身初の写真集、セックスを同時発売。セックスは過激な性的描写が物議を醸したものの、アメリカでは毎週50万部という驚異的なセールスを記録した。1993年、主演を務めた映画、 ボディ、ボディとスネークアイズが公開。9月から通算4度目のツアー、ザ・ガーリーショーツアーを観光し、12月の来日公演で、先週楽を迎えた。1994年3月、米、CBS のトーク番組、レイトショーイズ、デイビッドルターマンで、放送禁止用語を連発し、世間の非難を浴びた。10月、 ベイビーフェイスをプロデューサーに起用したシックスススタジオアルバムベッドタイムストーリーズを発売。アルバムからのシングルテイクアバウは自己最長記録となる全米7連続1位を記録する大ヒットとなった。1995年日本で宝酒造の焼酎純の CM に出演し未発表曲が CM ソングとして使用された。11月 初のバラードベストアルバム、ベスト・オブ・マドンナ、バラードコレクションを発、全世界で1000万枚を売り上げた。1996年10月14日、パーソナルトレーナーのカルロス・レオンとの間に授かった、第一子となる長女ローデス・マリア・チッコーネ・レオンを、出産。12月、ミュージカル映画、エビータが公開。劇中での85回の衣装替えは、映画史上最多を記録し、 ギネス世界記録に認定された。1997年、主演映画、エビータで、第54回ゴールデングローブ賞の、主演女優賞を受賞。同映画、サウンドトラックからのシングル、You Must Love Me は、第54回ゴールデングローブ賞、主題歌賞と、第69回アカデミー賞、アカデミー一家曲賞を受賞する。 1998年3月、セブンススタジオアルバム、レイオブライトを発売。90年代最も優れたポップ音楽の傑作の一つと称賛された。この作品は全世界で2000万枚を売り上げる大ヒットとなる。アルバムからは、フローズン、レイオブライトなど、慶語曲がシングルカットされた。9月には、第15回 MTV ビデオミュージックアワードで、 最優秀ビデオ賞をはじめ、この年最多の合計6部門を受賞する。1999年2月、第41回グラミー賞で、アルバム、レイ・オブ・ライトが、最優秀、ポップ・アルバム賞など、合計4部門を受賞。受賞式では赤い着物姿で、ナッシング・リアリー・マターズを披露た。5月、映画、の主題歌として、ビューティフル・ストレンジャーを発表。 翌年の第42回グラミー賞で最優秀主題歌賞を受賞する。2000年3月、主演映画2番目に幸せなことの主題歌アメリカンパイを発表。9月、AS スタジオアルバムミュージックを世界同時発売。ライクはプレイヤー以来11年ぶりとなる全米1位獲得を含め世界23カ国で1位を記録する。さらに第1弾、 シングル、ミュージックも世界25カ国で1位を記録する大ヒットとなった。8月11日、イギリス人に映画監督ガイ・リッチーとの間に授かったマドンナにとっては第二子となる長男ロッコ・リッチーを出産。12月22日、スコットランドのドーノック大聖堂にてガイ・リッチーと結婚。2001年2月、第43回グラミー賞でアルバム、ミュージックが 最優秀レコーディングパッケージ賞を受賞。6月、通算5度目のツアー、ドラウンドワールドツアーがスペインからスタート。ツアーの収益は、ソロアーティストの中では、同年最高額となる7400万ドルを記録した。11月、3枚目のベストアルバム、グレーテストヒッツバル2を発売。2002年10月、自身も亀を出演した。 映画007ダイアナザーデーの主題歌ダイアナザーデーを発表。同月、主演映画スウェプトアウェイが全米公開されるが、工業的に失敗し、イギリスではビデオスルーとなった。2003年4月、ナインススタジオアルバムアメリカンライフを発売。タイトル曲アメリカンライフのミュージックビデオは反戦をイメージした過激な内容で物議を醸し、 オリシムイラク戦争開戦と時期が重なったため、世界情勢を考慮し、アメリカでのテレビ放映が自粛された。8月、第20回 MTV ビデオミュージックアワードで、ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラと共演、二人とディープキスをするという過激なパフォーマンスが話題を呼んだ。9月、初の児童書となる、イングリッシュ・ロージズが30カ国語に翻訳され、 世界100カ国以上で発売。ニューヨークタイムズのベストセラーリスト、自動書部門で1位を獲得する大ヒットとなる。2004年、1992年に自ら設立したレーベル、マーベリックレコードが財政難から親会社、ワーナーブラザースレコードに売却された。5月24日、通算6度目のツアー、レ・インベンションツアーが、ロサンゼルス公演を皮切りにスタートした。 全56公演中55公演を完売させ、2004年のツアー最高興行収入を記録する。11月には、イギリスのミュージックシーンに多大な影響を及ぼしたアーティストとして、UK 音楽の殿堂入りを果たす。2005年1月15日、スマトラ島沖地震、津波のチャリティー番組、津波エード A コンサートオブホープに、ロンドンから出演し、ジョン・レノンの イマジンを披露した。7月2日には世界9カ国で開催されたライブ8のロンドン会場に出演した。8月16日、47歳の誕生日にロンドン郊外の自宅で落馬し、怪我を負った。10月、アボのギミー、ギミー、ギミー、をサンプリングした新曲ハングアップを新作アルバムからの先行シングルとして発表する。11月、 テンススタジオアルバム、コンフェッションズ・オン・アダンス・フロアを発売。アルバムは全世界40カ国で1位。シングル、ハング・アップは全世界41カ国で1位を記録し、それぞれギネス世界記録でポップミュージック史上ナンバー1最多獲得国数と認定される。12月5日、アルバムのプロモーションのために1993年以来、通算5度目となる来日を果たし、 記者会見、スタジオコーストでのクラブイベント、目覚ましテレビの単独インタビュー、スマップスマップの収録を行った。2006年7月、で、インベンションツアーの模様や、私生活の内容を収めた14年ぶりのドキュメンタリー作品、I'm Going to Tell You a Secret が発売。8月23日、来日記念版、Confessions on a Dance Floor, Japan t o u が、 日本限定で発売された。9月14日、同年5月21日からスタートした通算7度目となるツアー、コンフェッションズツアーの日本公演のために来日、K4 公演、大阪、東京で15万6千人を動員した。9月19日には、ルイビトン六本木店で開催された、写真家、スティーブン・クラインとマドンナの映像芸術展、X。 スタティックプロイコールセスのオープニングに登場した。10月、夫のガイッチーと共に、アフリカ大陸南東部のマラウイを訪れ、現地の個人院で出会った当時1歳の男児、デビット・バンダを養子に迎えると発表。全世界でこの養子縁組に関して論争が巻き起こった。マラウイの裁判所から18ヶ月の仮養子縁組を認められ、2008年5月に正式に養子縁組が成立した。 2007年度版のギネスブックでマドンナは2004年に5000万ドル、約59億円を稼いだとして、地球上で最も稼いだ女性シンガーに認定された。2007年2月、東京、有明の高層マンション、ブリリアマーレ有明の広告キャラクターに起用された。2月11日、第49回グラミー賞にてアルバム、コンフェッションズ・オン・ア・ダンス・フロアが最優秀。 エレクトロニック、ダンスアルバム賞を受賞した。5月、同年7月7日に出演した、チャリティーコンサート、ライブ・アースのための書き下ろし曲、ヘイユーをダウンロードのみ発表。10月16日、デビュー以来所属していたワーナー・ミュージック・グループとの契約を解消し、コンサートプロモーション会社、ライブ・ネーションと10年間で1億2000万ドル、約140億の包括契約を締結した。 2008年初の映画監督作品、ワンダーラストとエグゼクティブプロデューサーと脚本を担当したドキュメンタリー映画、I Am Because We Are が公開。3月10日、ロックの殿堂入りを果たす。4月29日、イレブンススタジオアルバム、ハードキャンディーを発売、日本を含む世界37カ国で初登場1位を獲得した。第弾シングル、ニッツは、 通算13曲目の前衛1位を記録し、前衛チャートの周囲獲得数が、女性アーティスト歴代単独1位となった。第3弾シングル、マイルズ・アウェイは、同年5月スタートの日本のテレビドラマ、チェンジにおいて、マドンナの楽曲としては、世界初となる連続ドラマの主題歌に起用された。8月23日から通算8度目のツアー、スティッキースウィートツアーを観光。 ソロアーティスト史上最高となる4億800万ドル、約377億円のツアー収益を記録した。10月には、ガイリッチーとの破局を発表、同年12月に正式に離婚が成立した。2009年3月2日、第23回日本ゴールドディスク大賞で15年ぶりに、アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞、史上最多記録となる、通算5度目の受賞となった。 6月12日、マラウイの最高裁判決により、当時4歳の女児チファンドマーシー・ジェームズとの養子縁組が成立、4児の母となる。9月18日、全キャリアを総括した、ベストアルバム、セレブレーション、マドンナ・オールタイム・ベストが発売、同タイトルのビデオコレクションも発売された。2010年1月22日、ハイチュ自身のチャリティーイベント、 オープフォーハイティナウに出演。8月、従来向けのファッションブランド、マテリアルガールを設立。11月29日、自身が設立したフィットネスクラブチェーン店、ハードキャンディフィットネスの第1号店をメキシコの首都メキシコシティにオープンさせた。2011年12月、インタースコープレコードとアルバム3作で4億ドル、約312億円の契約を結んだことを発表した。 2012年1月15日、自身2作目の映画監督作品、ウォリスとエドワード英国王冠をかけた恋の主題歌、マスターピースが第69回ゴールデングローブ賞で主題歌賞を受賞した。2月3日、新作アルバムからの先行シングル、Give Me All You r l o v i n を発表、全米10位を記録した。2月5日、第46回スーパーボールのハーフタイムショーに出演。 視聴者数は、同番組歴代最多の1億1780万人となった。3月26日、約4年ぶりとなる12ススタジオアルバム、マドンナを発売。自身通算8作目の全米1位を記録し、スタジオアルバムとしては5作連続の首位獲得となった。同時に、全英チャートでもソロアーティスト最多記録となる、通算12作目の1位を記録した。 5月31日から通算9度目のツアー、マドンナツアーを観光。全88公演を完売させ、2012年のツアー最高興行収入を記録した。2013年9月24日、写真家、スティーブン・クラインと共に制作した約17分のショートフィルム、シークリート・プロジェクト・レイブルー・シオンを YouTube で公開した。2014年2月12日、 日本の美容会社 MTG と共同プロデュースしたスキンケアブランド MDNA スキンを発表12月20日新作アルバムのリリース前に制作中のデモ音源が流出したことを受け iTunes ストアにてアルバム収録曲のうち6曲の先行ダウンロード販売が開始された2015年2月25日ブリッドアワード2015で新作アルバムからの 先行シングル、リビング・フォー・ラブを披露した際、脱ぎ捨てるはずだった衣装のマントに絡まりステージから転落するハニングがあったが、パフォーマンスは中断されることなく行われた。3月10日、ーティーンススタジオアルバム、レベル・ハートを発売。9月9日、通算10度目のツアー、レベル・ハートツアーが、カナダのモントリオール公演を皮切りにスタートした。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。